北与野デッキ北与野デッキは埼玉県埼玉市中央区にある東日本旅客鉄道北与野駅と埼玉新都心を結ぶペデストリアンデッキである。高さ2階、幅約22メートル、距離340メートル、高箱桁京都 RC ラーメン T 桁橋など各建築物をつなぎ合わせて構成される。ペデストリアンデッキ部分には幅3メートル程度の屋根が設けられており、 雨の日でも傘をささずに通行可能である。車椅子での通行も考慮し、埼玉新都心駅のデッキ上から段差がなく、北与野デッキ側にもエレベーターが2機設置されている。ルートは、北与野駅東口から、埼京線高架の東側に沿って、大宮方面に進み、国道17号と東西大通りを横断し、高架線を離れて、 埼玉新都心6から1街区の中をくぐり抜け、西大通りを横断し、新都心5街区へ至り、埼玉新都心の欅広場へ接続する。欅広場、にぎわい、モールを経て、埼玉新都心駅、国運ティまで地上を歩かずに連絡できる。埼玉新都心駅と北与野駅との改札間は、徒歩でおよそ10分かかる。2002年度のグッドデザイン賞を受賞している。 もともと埼玉新都心の当初の土地区画整理事業に含まれていたものではないが、開発過程において、北与野駅が埼玉新都心西側の玄関口として見られるようになったことから、北与野を裏口ではなく正式な玄関とすることと、すでに完成した再開発地域、アルーザ北与野と新都心を一体化するために、計画された。ありがとうございます。